それでは、はい、注目ポイント。注目ポイント。いきたいと思います。プロの2023年注目ポイントはアリーナーアユだよー F1 に行くよいよいよもうアリーナですよ、完全に。なるほど。はい。もう、あの、F2 チャンピオンももう確定なんで。ほう。チャンピオン取って、はい。うん、F1 行くももう確定なんで、F2 チャンピオン取ることが目標とか、F1 行くことが目標なんて、要素が言ってないですから。あ、なるほど。もう今年の目標なんかすっ飛ばしてて、うん、2024年に F1 に行って、F11 年目からコンペティティブであることが目標って言ってますから。はあ、すごいね。だからもうそのための2023年ですよ。うん、F2 でチャンピオンとかそれどうでもいいですもん、はっきりと。うんうんうん、まあ、普通に走ってればもう全然、チャンピオン取れなかったとしても、スーパーライセンス取れるじゃないですか。うんうん、でその中で、やっぱ岩佐歩はすごいね。で、もう F1 に行く準備も全然できてるねっていう、うん、とこに持っていけばいいだけなんで。だからもう F2、もう正直僕 F2 もすら全然もう注目しないかもしれない。どうするあれだと、ね、チャンピオンを取った時に、いや、まあ、僕はレッドブルとの契約はない。他のフェラーリと行っちゃった。フェラーリとかに行っちゃった。いや、可能性全然ありますよ。っていうぐらいの走りを今年やっちゃえば、うん、で、まあ、それは、あの、お首にも出さず、うん、レッドブルのファクトリー行って、うん、レッドブルの F1 のシミュレーターとかやって、うん、F1 行った時の準備しっかりやっとけばいいんですよ。まあ、実際やってますからね、すでに去年から。もう本当にすごい勉強、伸びしろがものすごいですからね。で、あの、レース、F2 のレースがない時はファクトリー行って、F1 の、あの、ミッションルームで、リアルタイムで聞いてみますから、もう、だからすぐに F1 乗れる練習とかも準備をしてるんですよ。なるほど。そこが、あの、注目です。まあ、F2 でチャンピオン争いするのも当たり前。当たり前。うん、もちろん、あの、ライバルすごくいっぱいいるんで、うん、あの、簡単じゃないと思いますけどね。うん、実力派もいるし、新人も結構、まあ、ね、チームメイトのアルトゥール・ルクレールも、まあ、かなり早かった、テストでも早かったんで、うん、まあ、でも、簡単じゃないですけど。いいチームメイトを迎えたんじゃない？そうですね。うん、あの、もう、岩佐くんも、やっぱり日産にだと、ちょっと張り合いがないというか、うんうんうん、あの、やっぱり、早いドライバーがチームメイト同じ車で乗って、うん、あ、ここのコーナーこういう風に走れるんだ、うん、こんだけまだあとコンマ1秒縮められるんだって分かりますね。ね、特に研究家だったら、うん、なおさらね。そうそう、うん。それがもう完全にプラスになるっていう風に彼も考えてるから。うん、で、同じチーム同じ体制なんでしょ？そう、うん。うん。だから。いいことずくめだね。そうですね。うん。空回りしなければいいね。はい、いや、空回りするタイプじゃないから、から全然。一回絡まっても回り続きはしないから。うん、ああ、なるほど、なるほど。誰かが応援しなきゃいい。うんうん、そうです。ドキ、うん。まだちゃんと空気読んでるますよ。じゃあ、太郎さんの注目ポイントいきますか。やめてー。まあ、これで、アリーナーって書いてたらもう、さすがにもう、今頃もう、画面から、ね、石がいっぱい飛んできちゃう。ドルドルドル。お父さんも見てるか。どうもお疲れ様です。チェーンポイントこのチーム父のじゃじゃーんじゃじゃーんじゃじゃーんピュッパパ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 ウィリアムス2年連続ランキングドベですかね。ドベです。まあだからちょっとそろそろ頑張んなきゃいけないから、もうまさかの大躍進。ああ。まさかなんですよ。10位からさらに下に躍進かな。うん。だからウィリアムズもゼロポットにしてきたんですよ。逃れにはなんかこういっぱいぐにゃぐにゃついてますね。うん、これがちょっとあの、あ、そういうやり方があったかっていう。うん。あの、あそこのほら、なんとかバーって言うんですよ。なんとかバー。サラダバー。ぶつかった。サラダバー。うん、そう。うん、だからちょっと、それを利用した。ああ、うん、ちょっと新しい空力パーツ。大体こういうことやった時って大ボケするんですよね。なんか奇抜なことやったら大ボケする。まあ、だ基本だからメルセデスを踏襲してるわけですよ。うん。なんだこのやばって。手裏剣じゃないですか、これ。だから、あの、今年はメルセデス勢が、こうみんなゼロポットに行くんですよ。ああ、でもこう後ろめちゃめちゃでかいです、これ。あ、これあの、アンダーパネルです。アンダーパネルじゃ上ないんですね。もう、絞ってるからね、もう上がもうほとんどないんです。リアウィングがもうなんかセンターピラーだけですね。ほんのすごい絞ってるんですよ、これ。これ、今 2D で書いてるからちょっとわかりにくいですけど。
電車見たらびっくりしますよ。リアウィングってこういう形してますけどね。こうなってたらこれレギュレーション違反ですけど。失格かな、なんかもう、こんなもうペラペラだろ、お前んとこ、みたいな。テストでリアウィング取れるやつじゃないですか。ああいうユニット入ってんの、それでっていう、うん。よく見ると右リアもなんかちょっと外れてますね。うん、ちょっと上に来てるんですよ、これ。あ、ほんとだ、うん。フロントサスペンションが。これなんて言うんだっけ、上に来るやつ。何ですか、ね、なんとか刺す。なんとか刺す。何ロット？アクティブ刺す。アクティブ刺す。間違えた、アクティブ刺すと。レギュレーションがね。はい、うん、まあでも55ボンちゃんだから、23号車だけの話っていうね。確かに。うん。まあもう一人は、サージェント大丈夫。新人ですか、サージェント大丈夫ですね。救われましたね。うん。まあもう一人は、だから、アメリカ行くまでに、F1 に慣れてくれればいいからさ。あ、うん。アメリカの3大会はしっかり頼むなっていう。はい。はい、うん、すいません、マイアミグランプリ、ずいぶんシーズン序盤戦ですよ。そうなの？かなり余裕ないですよ。余裕ないね。ちょっと頑張る。うん、まあ、要はちょっとボンちゃんにね、注目しましょうっていう。はい。だからウィリアムズが早いのか、ボンちゃんが早いのかっていうのはちょっと、微妙なとこではあるんだけど。地味にサインツも撃墜されてますね。あ、ゴーゴーだからね。うん、確かに。まあ、そろそろちょっと日本のファンからすると、そろそろウィリアムズ、ああ、名門ウィリアムズ、うん、復活。応援したいじゃん、はい。みんな絶対応援したいんだよ。特に、タロさんぐらいの世代は。うん。これやばいですね。チームごと消滅かな。撤退します、みたいな。そう、だからちょっと本当相手が見つからず撤退みたいな。うん、もう本当頑張ってっていうね、うん。ということで、ウィリアムズ頑張れっていうね。ああ、行ってしまった。行ってしまった。諦めないで。じゃあ、はい、この辺で。新春予想はいいですか？大丈夫ですか？もう。はい、もう全部終わりましたかね。そうですね。とガメは。そうだ、忘れた。大変長らくお待たせいたしました。今年のオチです。はい、今年のオチです。はい、では、参る。参らないで。どうぞ。新年早々演技が悪いから。2023 Formula 1 Drivers Champion。太郎予想いくよー。ドゥ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 じゃじゃーん、またかぶりもうだから冒頭からかぶってたの、実はね、うん、もうタッペンですよ、タッペン選手。あ、でもた、あ、名前書いてないの、どこにも。そうですね、一番だから、一、うん、番としか書いてない。ホンダの一番だから、うん、まあホンダの一番だから多分そうでしょう。もう一個書き忘れてるだけかもしれない。あ、一応ね、うん、それあるかもしれない。もうみんな諦めちゃってって書いてある。諦めちゃって。そうそう、みんな諦めちゃってって。うん。だからもう、どれだけゆっくり走ろうと思っても勝っちゃうし。ああ。うん。まあ、しばらくタッペンの時代が続いちゃうんですよ。あ、うん、皆さん、タッペンの時代終わりました。即終わりました。まあでもほら。開幕前に終わるんじゃないかな。選手が勝ちまくってた時は、まあ、ブズブという人結構ギャギャいたけど、はい、多分、この人が勝ってる時には、そういうこと言う人あんまいないんですよ。いや、まあ、だいぶもうすでに嫌われてますけどね。うん、チームオーダー無視で。ああ、無視でね。うん。まあ、また勝っちゃったけど、まあ、早いからしょうがないよねって、なんかこうみんなこう、仕方がない。多分これはいいんじゃないですか、太郎の音がついに、タッペンも。去年結構言うて、書かれた時、勝ってないですからね。あ、意外に、ね。意外と撃墜されてましたからね。うん、何かが起きることは間違いないです。だから、それを乗り越えるか乗り越えられないかは、マックス次第で。乗り越える時もあるけど、うん、何か起きてることは間違いないです、毎回。ああ、なるほど。まあ、チームもね、ちょっと空力制限かかっちゃってるんで。はい、空力制限、ね。あんまり、こう、はい、去年と変わらない感じのデザインでね。はい、うん。まあ、変わったといえば、ホンダって入ったぐらいし。これだからもう、マックスが全然もうダメで、ニッチもサッチもいかなくて、うん、マックスがチャンピオンじゃなくて、うん、チェコが取る可能性ありますよ。まあ、それはないんじゃないかな。同じもうホンダでチャンピオン取ってもらうんだったら、うん、チェコが取ってくれた方が。まあ、チェコが取ってくれた方が、それは、大盛り上がり。さらに盛り上がり。書き忘れてるのが1じゃなくて、9の可能性もありますよ。ホンダで19番。デフリース。初年度いきなりチャンピオン。いきなりチャンピオン。ホンダでチャンピオン。ありえますよ。
もしかしたら、あの、アルファタオリーの方はニューエさんが書いたかもしれない、ね。キュッキュッキュッってやってやるかもしれない。うん、もうなんか、ニューエさんやら、あっちやらせとこうよ。好きなようにやらせとこうよって言ったら。レッドブルーね、うん、ちょっともう口出されてめんどくさいから。困るし、ね、キュッキュッキュッキュ言われると困っちゃうんで。あっちで好きなようにやってもいいっすよって言ってやると。すんげえ車作ってきちゃう。そう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 、そう。びっくりするようなのができちゃった、ね。これだから横から見るとすごいここでかいように見えるけど、うん、正面から見るとめっちゃ細いんじゃないですか。ドライバーの幅しかないっていう。そうだね。うん、そのリクエストにホンダが斬新な答えたパワーユニットね。うん、細い。細いやつ。うん、薄型。だから、今年の暮れ の, あの展示が楽しみだね。どれだけ絞って、なんか絞って、そう。どれだけ絞ってたかっていうね。そういうことで、はい、すいません。カーナンバー1がまた今年も帰っちゃうよということで。はい。もうしょうがないですよ。もうしょうがない。今。といった感じで、今年は、プロの感想と太郎のおちゃらけでお届けしてまいりました。新春7大予想スペシャルですけど。そうね。まあ言うてこれ、えぐい形で当たりますから、太郎さんの場合は。違う意味で当たりますから。あ、違う意味でね。はい。うんうん、毎年恒例、ものすごいえぐい当たり方しますから。まあでも、今年はちょっと当たらなそうじゃない当たらなそうっていう予想ってどういうことなんですか、こいつ固く行きやがったな、みたいな。ああ、だから固く行こうが何しようが当たるんで。固く行かなくても当たるし、固く行っても当たるし。それが太郎ノートですから。なるほど、なるほど。はい。まあ、2023年ね。まあ、ほんと正直どうなのか全くわかんないですよ、うん。去年の流れからなんとなくわかるって言っても、うんうんうん、まあ本当に先ほども何回も言ってますけど、大ごけするチームは基本ないと思うので、うんね、去年あんだけやっといて、今年また大ごけしたらただのバカなんで、うん、基本みんなどのチームも、まあ、十分新しいレギュレーション勉強して、去年のうちに変えられなかったところは、今年ガラッとちゃんと変えて、うん、それを、正解に近づけるってことやってくるんで、まあ、おそらく勢力図はギュッと縮まるんで、うん、ほんと中段グループで誰かが勝つとかっていうのも、もしかしたらあるかもしれないですよね。ああ、そうか。それがまあ、中段の中でどこのチームになるかっていうのを予想するのは、まあ、ちょっと難しいけど、うんうん、まあ、僕はアストンマーティンが結構来るんじゃないかなと予想するし、でも本当にアルファタオリが大当たりすれば、うん、車がなんか、ね、これっていうのがポンって当たれば、まあ、去年だって、アルファタオリは実力引き出せてるとは言い難かったわけで、うん本当になんかダメだった部分をちゃんと直せば、それこそ軽量化もちゃんと進めれば、パフォーマンス上がるわけで、まあ、中段グループ本当に多分すごい大混戦で、どこが抜け出すか分かんないみたいな感じになると思う。うん、まあちょっとウィリアムズは多分下の方だと思うんですけど。応援されちゃったんで。諦めちゃって。勝つ諦めちゃって。勝つ選手まで撃墜されちゃった。諦めちゃって。まあ、勝つ選手頑張りようがないもんね。そうですね。いや、勝つ選手が頑張るってことは、裏方だのパーツいっぱい必要になっちゃうってことですからね。ああ、そういうことね。そう、勝つ選手が忙しくなっちゃいけないってことね。そうなんです。勝つ選手がもう暇で暇でしょうがないが一番いいんですよね。うん。パスペアパーツコーディネーターですからね。うん、確かに。まあまあ、そんなこともあり。まだまだ、予想がつかない2023年、ね。そうね。まあまあ、これまだね、はい。テストも始めたら、車も発表されてない、ね。そうですね。ね、うん。唯一分かっているのは、太郎ノート、えぐいてーってことだけなんで。多分開幕戦からもうすでにその効力が発揮されますので。なるほど。下手したらもう開幕前のテストから発揮されますので、うん、皆様、楽しんでいただければと思います。はい。はい、というわけで、長らくご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。2023年も幕が開けたということで、まだね、開幕まで3ヶ月ありますけども、あっという間に、開幕来ますんで、私も、田野さんが、応援したいドライバーを、心から忖度なしに応援していきたいと思います。はい、ということで、アロンソの活躍を祈願して、アロンソ、2023年新春予想をお別れしたいと思います。それでは皆さん、23年シーズンに向かって、いってらっしゃーい。フェラーリチャンピオン決定